座りください。時は1979年、平和な田舎町に起きたとんでもない戦い。ジェイダイさん、公園で人が倒れてる。大丈夫ですか？いかがされよし、行くか。騙されたな、バカどもめ。ここ、クマ出るから、そこんとこを引くよろ。これは僕たちと駐在さんのいたずら対決。コントのような本当の話。いらっしゃいませ。俺は声をした。また悪さしたのか。ママチャリ、ミカが外してあげようか。ミカちゃんには無理だよ。でもママチャリかわいそうだもん。警察なめんな。さあ、それではですね、早速皆さんからお話を伺おうと思うんですけれども、実は、ドラマの撮影がありまして、市原隼人さんがちょっと今間に合わない状態になってるんですね。おいおいおい。あ、危ない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 。びっくりしました、びっくりした。遅れるはずないじゃないですか。これいたずらなんで、みんな騙されたっていうことで。それでは市原隼人さん、早速皆さんにご挨拶をお願いできますか。あ、おはようございます。 あ、 あ、市原です。私はいい人だったんですけど、なんか変なことがあって、なんかあの時からなんかおかしくなっちゃったんですよ。なんで、あれ、お、やっぱりほら、市原隼人さんにだけね、いたずらさせちゃいけないと思いましたので、私たちの方も仕組んでみました。はい、いかがですか市原さん。はい、いやびっくりですね。本当に本当に楽しい映画が撮れました。本当に楽しい、いいキャストで本当に撮れて、もう終わる時本当泣いちゃったぐらい、すごい大好きな映画なんで、本当に見てもらえて光栄です。ありがとうございます。とてもこう舞台裏を見ていても、みんなすごく仲良しに感じたんですけれども、みんなトイレ風呂共同のところで泊まりつつ、現場に行ってまた戻ってきてっていうのを繰り返してたんで、その分すごい近くに慣れて本当に楽しかったです。なんですけども、とりあえず朝を歯磨く時とかも、あ、おはようみたいな、風呂とかもなんか一緒になっちゃったり、そういうのがすごい楽しかったですね。本当にさっきイッチが言ったみたいに、みんなが同じ旅館に朝から晩まで合宿して1ヶ月やってたので、もう仲がいいんですよ。 いいけども、昨日の冷蔵庫のおろし誰が飲んだんやみたいな、そんな喧嘩もしてるぐらい仲がいいところに僕は入れて、一緒にその熱を引っ張っていってもらったっていう気がして、みんなには本当に感謝してます。今回は駐在さんとこう僕たちのこういたずらの攻防をこう傍観している形になったと思うんですけれども、はい、撮影現場でご覧になってどんな感想をお持ちですか。いや、すごい羨ましかったですね。すごいずるいぐらいに仲が良くて、私も入りたかったけどすごく距離があって全然入れなくて、すごい羨ましかったです。はい、そういう男の子たちっていうのは女性から見てどうですか。可愛いですかね。あ、可愛いですね。ああやっていたずらをするような男の子にはすごく惹かれるので、見てて微笑ましかったです。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。